これはね、目隠しをして気配を察知して戦う競技です、はい、で3本勝負です。で2本取った方が勝ちというゲームになります。やられたことありますか？ないです。あ、ないですか、はい、これはね、結構難しいです。本当に目隠しするんで、はい、もうシーンとしてる中このということで今回は罰ゲームが、はい、罰ゲームがあるみたいです。今回罰ゲームがあるみたいですあるので、はい、負けた方が、これは負けた方がじゃあ罰ゲームですね。じゃあ参ります。始め。どこや？ここだ。リングにおるのもわからんくなります。息をなんか止めるのも苦しくなっちゃう途中で。花田さんすごい見えてるかのような動きでしたよ。マジっすか？ずっとフットワーク使ってでも切られたんすね。くそー。次取れば山本さんの勝ちです、はい、ではいきます。ラウンド2、2本目。作戦は何やったんですか？え、速攻切ろうと思った。いや、そのこのままこうやったらバレるのも全部俺に教えたあのプレッシャーのかけ方がここで行きました。聞かされましたね。今の思いっきり切られましたね。マジか、負けてもだ。俺負けてもだ。
か。はい、聞いてください。異性に言われて傷ついたこと。異性に言われて傷ついたこと。いや、もう昨日傷つくことなくなりましたね。もう嫁にブサイク言われすぎて言われて傷つくことメモってるんです。そう、僕服買ったんですよ。で服着てこの服どう思うって嫁に聞いたら、うんこが何着てもうんこやすごい、すごい分かりやすい。でもすごい分かりやすい。分かりやすい、はい、分かりやすいです。でまだありましたね、これメモってますわ。なんかおしゃれな伊達メガネつけてたら、メガネうんこにつけるかって言われたんです。メガネうんこつけるかって言われたんです。それは傷ついたかな。あ、まあ、でももう慣れたな。でもそういうに言われた時はなんて返すの。ああっつって、誰がうんこやねんやねんけど、もう別になんかもうそれももうなんかもう心もこもってない。ここもそうそう、いや誰がうんこやねんけど。ああ、お家にいる子供じゃ見てる。家で嫁がマスクしてたんで、なんであのマスクして家の中おるのって言ったら、細見君がうろうろしてるからで真顔で答えて去っていったんです。面白いやろみたいな感じじゃなくて、はい、真顔で細見君がうろうろしてるから、そのままどっか行った。一番すごいのがありました。俺と一緒におる理由を聞いたんですよ。もう今20年ぐらいしょうですけど、いいとこ知ってるから一緒におるんじゃなくて、いいとこ見つけるまでは別れられない。チャレンジャー、チャレンジャーっていうのをこの間マジで言われました。うん、すごいですね。自分に厳しい。はい、厳しいな。それがもうやめな。いやいやいや、自分に厳しくてすごく奥さん。あ、自分に厳しくかっこいいです。いや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 。ということで、気配切り対決。無敗だったんですけどね、僕。あ、負けてしまいましたね。これ企画的にはまあちょっと困ったな。いや、しかも2回目この組、赤組攻めてるの、これめっちゃ切られてるわ。ちょっと負けちゃいましたけど、僕が教えたあのステップが生きたということで、早速成果が出てよかったです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。